太鼓歴は何年ぐらいやられてますか？40年ちょっとぐらいですかね。40年ちょっとぐらいですか、ね、じゃあ今ちょうど50歳ぐらいです。そうなんです、はい、10歳の頃から小学校4年からやっております。はい、はい、まだま若い、増田会長でございますけど、はい、今メンバーっていうのすごく多くいらっしゃると思うんですけど、何名ぐらい行ってトータルで30人ぐらいですかね。はい、今日は15名で演奏いたします。じゃあ今日は選抜チームの15名という形で、大人チームというか、はい、ソロいい大人チームで演奏させていただきますので、はい、はい、普段は、はい、練習は月に何回とかありますか？月に基本的には4回ぐらいはやっています。はい、やはり地元のあそこのスカイツリーのすぐ、そうですね、墨田区の施設をお借りしまして、まあ、演奏 できる音は出してもいいですよというところを、借りてるんですが、まあ、そこも、皆さん使いたいということで抽選ということになっていますので、うまく当たれば、いい日にちが取れるということになっております。はい、まあ、なかなか練習場所も和太鼓ですと ね、音の関係で難しかったりですとか、はい、まあ、特にコロナなので、ご苦労されたかと思いますが、はい、今日久々のこの演奏に向けて何か意気込みとかございましたら一言お願いします。はい、なかなかできなかった演奏なので、7分間という間ですが楽しんで打ちたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは、準備の方もできたようですので、改めまして、向島友人太鼓の皆さんによる演奏になります。よろしくお願いいたします。
全会場の皆様ありがとうございました。